前提として中国の主張していることが正しいと横田さんはお考えなんですか。中国の主張じゃなくて、それにまず答えてください。中国の主張は正しいと横田さんは考えているのか考えてないのか、どっちですか。いや、それはあの正しい正しくないは、それはあの科学的に安全だと言っても中国と諸外国は安心感が不十分で、横田さんは中国の考え方が正しいと思ってらっしゃるんですか。いや、中国はお客さんで儲けさせていただいてるんで、中国が処理汚染水だと言って禁輸というのも一つの選択肢としては、まあ、あの正しい選択だと思います。正しい、ただ中国の判断は正しいと横田さん考えてらっしゃるんですね。その医師のフィアンスの一生懸命頑張ってるのはさ、いいんですけど、すり替えですよ。すり替えじゃないよ。今も日本のジャーナリストだったら、中国がおかしかったらおかしいって言わなきゃ、そこを曖昧にしたら横田さん、あのおかしいと思いますよ。こんにちは、日本見守り党の東雲真子です。2023年9月6日大阪府の吉村知事が記者会見を行いました。福島県のアルプス処理水放出の件で記者から質問を受けました。まずはこちらをご覧ください。あの処理水放出について、お伺いしたいんですが、まあ、福島県産の魚を食べようというふうに呼びかけをなさってますが、風評被害はですね、福島県にとどまらず日本全国、北海道のホタテとかですね広がってると。で、莫大な金額になって、まあ、政府は200億円さらに積みますということをおっしゃってるんですが、そもそもですね、原発の敷地にはデブリを置くスペースがまだ空いててですね、デブリを置くのは30年以上先だと、ということはそこにタンクを作って放出をしないで済む方法があるにもかかわらず、岸田政権が放出に踏み切ったことについて、どうご覧になっているでしょうか。税金の無駄撲滅ということからすれば、もっと安上がりの、方法があったんじゃないかというふうにはお考えになってないでしょうか。処理水についてはやはりこのタンクの中の水もたまる中で、これは対応していかなければなりませんから、その中で福島の復興のために必要なものだと思っています。もちろん科学的な根拠が非常に重要ですから、しっかりと手順を踏み、そして IAEA のこの評価も受け、そしてアルプス処理水で対応すると、そして安全基準値以下にして放水するというプロセスを踏んでますから、僕は適切だと思っています。そういう科学的に安全だと言っても、中国と諸外国は安心感が不十分で、で水産業が今打撃を受けていると。だとすれば他の案を検討するのも十分妥当性があるんじゃないかと思うんですが、そういう考えには立たないんですか。横田さんは中国の考え方が正しいと思ってらっしゃるんですか。いや、中国はお客さんで儲けさせていただいてるんで、中国が儲け買ってくれるから日本の水産業者も儲かると。で、そこの打撃になるようなことを避けるのが日本政府政権の役割じゃないかと思うんですが。いや、だからその前提として中国の主張していることが正しいと横田さんはお考えなんですか。中国の主張じゃなくて、それにまず答えてください。中国の主張は正しいと横田さんは考えているのか考えてないのか、どっちですか。だ、それは質問の趣旨とは関係なくて、水産業が代表を受けている。どっちなんですか。いや、それは正しい正しくないは、それはいろんな評価がありますが、横田さんはどうと考えているんですか。中国の考えは、まあ、いろいろ考えがありますから、それについて横田さんの考え方を聞いてます。いや、中国は中国でそれぞれの主張があるわけで、中国の主張は一つでしょ。それが正しいと考えているのか考えてないかと。だから横田さんの考えはどうなんですか。いや、処理水と呼ぶ人もいれば、横田さんの考え方を聞いてます。汚染水と呼ぶ、質問の前提として横田さんの考え方を聞いてます。どっちなんですか。だから科学的に今、見方があってですね、処理水と呼んで、まほとんど無害だという人も。横田さんが僕のその質問を答えてくれないんだったら、もう僕も横田さんの質問には答えません。僕は適切なプロセスでやってるというふうに判断をしています。だから中国が処理汚染水だと言って禁輸というのも一つの選択肢としては、まあ、正しい選択だと思います。正しい、ただ中国の判断は正しいと横田さん考えてらっしゃるんですね。だ、そういう選択肢も判断もあり得ると。で、それを十分予測して対話するのが政府の役割で、
いやだからその横田さんが言ってるのがよくわからないんだけど、あの中国があの正しくないんだったら横田さんのジャーナリストもおかしいって言わなきゃダメなんじゃないの。いつも維新の批判するの一生懸命頑張ってるのはさ、いいんですけど中国がやっぱおかしいとこおかしいことやってるんだったら、それ横田さんのジャーナリストもおかしいかって言わないといかないんじゃない。中国の選択肢はどっちを考えてるんですか。いやだから横田さんはそれはすり替えですよ。すり替えじゃないよ。今問題なのは日本の水産業が打撃を受けてることであって、中国がけしからんとか言ってもそれは問題の解決にはならないでしょう。それを避ける方法を考えた方が、そんなことないじゃないですか。それ横田さんも日本のジャーナリストなんだったら日本のジャーナリズムでちゃんと中国に言ってくださいよ。維新に一生懸命言うのはいいけれども、中国におかしいんだとおかしいって言わなきゃどうなんですか。いやそこは僕一ジャーナリストが言っても政府がちゃんと説明して納得しない。いやそんなことはないですよ。それだってここに記者会見に入ってきてるわけじゃないですか横田さんは。これいろいろ僕に意見言いたい人もたくさんいると思いますよ。僕応援してる人もそうじゃない人も含めて、横田さんはジャーナリストってここに入ってきてるんでしょ。だから日本のジャーナリストだったら中国がおかしかったらおかしいって言わなきゃ、だどっちなんですか。今そういう問題じゃなくて被害に、そういう問題じゃない、そういうもの聞いてるから僕は答えてるんですよ。いやだから中国の汚染水という主張はいやそれは一つの立場としてあり得ると。でそういう正しいと思ってるわけ。いやジャーナリストとして、いやそういう立場もあり得ると。でどっちなんですか。そこを曖昧にしたら横田さんそれはおかしいと思いますよ。いやだから岸田総理はちゃんと中国を、岸田総理批判するのがちょっと分かんないけれども、それは中国がその考え方がまず正しいか正しくないかっていう観点に立って、正しくないんだったらそれおかしいじゃないかってやっぱ言わなきゃいけないし、それで正しいんだったら、まあ、横田さんはそういう考え方だ。それはそういう考え方こそすり替えで岸田政権の、申し訳ありません、すいません、少し議論が堂々巡りになっておりますので、時間が限られておりますので、すいません、まず質問に答えてくださいよ。聞いたの、今の質問を最後までまとめてください。いやだから今の岸田政権の代替案を検討しないのもおかしいと思わないのかと。それが最後でいいですか。はい、岸田政権自身はやはりこの非常に、ホタテ含めてこの輸出先としてのこの中国がこの禁輸するということで被害を受けてしまう、そういったこの事業者を支援するというのは僕は必要だと思います。でもそれ以上に必要なこととするならば、やはりこの中国はこういった形で不合理なこともこうやってやってくるわけですから、輸出先としていろんな輸出先をやっぱり確保するべきだと思います。科学的にきちんと会話ができる、そういった輸出先、輸出国、そういったことを僕は確保することに岸田政権は最も力を入れるべきだと思います。現実問題、いろんな輸出人において中国との関係があるのは事実なんですけれども、いざという時にどんなに不合理なことを言われたとしても、まあ、そこに政策与奪の権を奪われてしまうと、握られてしまうと、これ日本としてはもう本当に弱みしか残らないということになりますから、まあ、そういった観点ではこういった中国がそういうことをする国なんだということを前提に、岸田政権とすればさまざまなリスクを分散する、いわゆるカントリーリスクがあるんだということを前提にして、このいろんな輸出先の確保に今取り組むべきだと思います。でそうするとどうしても今その中国に頼っていたところについては一時的に厳しい状況になるので、そこを支援するというのは一時的な案としては僕は賛成だけども、長い目で見たらきちんとしたそういった不合理な主張を普通にやってくるこの国に大きく依存するようなやり方は僕は反対です。また日本のジャーナリズムの中にも中国がおかしいじゃないかと胸張って言わない横田さんのようなジャーナリズムもいらっしゃいますので、そういうことを考えたときにきちんとこの確保、輸出先を確保して事業者リスクを守るということが重要だと思います。リスクを回避するということをきちんと事前にやっぱりやっていかなきゃいかん。中国に依存しすぎるんではなくて、いざという時にきちんとこのそういったカントリーリスクがあるんだということが今回も明らかになっているので、そういったことを岸田政権には僕は望みます。はい、ありがとうございました。いかがでしたか。アルプス処理水は IAEA の国際基準で安全性を認められた処理水ですので、科学的には安全とされています。また中国や韓国の原発から放出されている処理水は日本よりも高いベクレル値を示しており、
日本の処理水の安全性は高い方だと言えるでしょう。このことからも中国や韓国が日本政府の決定を批判する理由はありません。中国は明らかに政治的な意図を持って今回日本の水産物の輸入を禁止していますが、記者の方は中国の選択肢も正しいという見解でした。吉村知事としては日本のジャーナリストとして中国の政策与奪の権利を奪うようなやり方を批判してほしいということでしょう。日本の対応や代替案を考えることはもちろん必要ですが、まずはその元となったところをしっかり批判してほしいところです。さて、皆さんはどう思いましたか？コメント欄で感想を教えてください。またこのチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。